川越五河岸は、江戸時代、武蔵区に川越藩によって制定された五つの柏。場。川越五河岸の一つ、下新菓子跡。新菓子川と川越五河岸の位置。新菓子川の周運は、寛永十五年正月に川越大火で、千葉東照宮が消失。その再建のための資材を江戸から内川を利用して、運んだのが最初とされる。 重量のある物資を運ぶのに周運に勝る手段はない。しかし水路は不完全で本格的な改作は寛永16年に老中主座の松平信綱が川越城主に違法された後に沢田陣営門らが進化岩の開発に人力99曲がりといわれる多数の屈曲を持たせることによって流量を安定化させる改修工事を実施してからである。昇法4年に 川越周運が開始される。信綱は、江戸への流通機構を確立するために、季節によって流量の変化が激しく、水運を行えない季節のある荒川を避け、隅田川に合流する新河岸川の周運に着目したわけである。この水運を行うため、古市城、陰股などの土橋が壊され、船の往来を阻害しない板橋に掛け替えられている。 川越五河岸は、新河子川の上流に設置された扇、上新、牛古、下新、寺尾の五つの柏場で、城下町、川越の外交として機能した。朝日橋の上下に上新河市と下新河市の二つが、対岸に牛古、少し上流に、扇、少し下流に、寺尾、となる。当初は、火事のため緊急に必要となった木材を調達するための水路であったが、後に、 川越藩の倉前を江戸に運ぶ藩の公的な物流ルートになった。年貢米輸送の会議には小灰やぬかを積むようになり、川越五花岸から農村に貸し道が何本も開かれた。火災船という下声船も登場し、五花岸には海藻店に加え、馬方や旅屋などの商家が立ち並んだ。安永三年には五つの貸し場全体で問屋が三十軒を数え、 安政6年には船を80層所持していた。商品経済が発達してくると、川越方面からは、さつまいも、牡柿などの農産物、木材、絹織物、酒、醤油、麺、そうめん、石炭などを運び、江戸からは油、砂糖、小間物などを運搬した。特に江戸からは、鮮魚が喜ばれた。船は、平田船や高瀬船で81積みほどの大きさで、 二船だけでなく、乗客を運ぶ館船もあった。船の種類は、波船、早船、急船、施設船などである。施設船は、浅草花川戸までその日に下って翌日上がるという、便であった。天保年間からは早船が定期船となり、川越後河岸を夕方出発し、新倉菓子に入り、翌朝に千時、昼に浅草花川戸に到着するという、 川越よ船が流行った。このため、川越街道の宿場は客足が減少した。川越商人たちはより城下に近い菓子を望み、明治2年に千葉村までの運河の開削に着手。明治12年に千場菓子が生まれると、川越五花岩は大きな打撃を受ける。周雲の前世紀は、明治初期までで、明治28年に川越鉄道、明治38年に、 川越電気鉄道、大正3年に新河岸川と同じルートで、東場鉄道が、開通。さらに明治43年の荒川大水害を受けて、大正9年により、河川改修が行われ、新河岸川の本流が、伊佐沼から赤間川に付け替えられ、下流も流路が10キロも短縮され、水量が減少し船の運航に支障をきたした。大正年の関東大震災では、 鉄道が停止したために活況を停止したが、1931年に新河岸側改修工事の終了を及び、埼玉県より、通線停止令の発令により、川越後河岸はすべて廃止された。上流から順に並んでいる。なお、大木ヶ市のさらに上流に千馬橋子路ーロ解説が、寺岡河岸のさらに下流に福岡橋、子、腰上橋が存在する。 復元された高瀬船安政6年8月の川越後、河岸の総船数を以下に挙げる。夜間に航行する、川越よ船を漕ぐ船頭が歌う粋な船歌。あー、99曲がりあだでは越せぬ愛世の世が良い。船地の三重里愛世の世と来て夜下理解など。特に決まった形はないという。ありがとうございます。